石本イズザ YouTube。 今回は、自分が影響を受けている、映画の監督や作品を、5タイトル、紹介します。まず一発目、ギャスパーノエっていう監督の作品はものすごい自分の中でトラウマぐらい結構持ってかれてる映画で、これはまあ近親相関の話なんですけど、お父さんが娘を、異常に愛しちゃって彼氏を殺すという映画なんですけど、まあその撮り方とか、まあ、映像のカラー具合とか、まあ、時間とかがすごいリアリティがあってめちゃくちゃ面白いですね。ギャスパー・ノエの奥さんもやばい映画撮ってるので要チェックです。2作目、は、この原和夫さんの雪雪手進軍ですね。これはもう知ってる人は絶対知ってる奥崎健三さんをこうテーマにした映画で、まあ、自分もかなりこの影響を受けた、まあ、16歳ぐらいの時に見てかなり影響を受けました。人肉を食べた兵隊たちにこう奥崎健三さんがインタビューしに行くという題材になってて、まあめちゃくちゃ面白いです。とりあえず見てない方は絶対見た方がいいと思います。もうこの奥崎健三先生っていうのがもうカルト的な人気を持ってもう死んでしまったんですけど、その続編が、この神様のういやつという映画で、奥崎健三が、刑務所から出てきたところからやるんですけれども、まあ、最後のオチはちょっと言えないんですけど、すごい終わり方で、神様だった奥崎健三がこうにもなるかっていうぐらいまで落とされる映画になってるので、一緒にこう見た方がいい映画ですね。これは本当もうカルトの映画なんで、これは子供に見せた方がいいですすいません。で第3弾目、これはまあなんかもうミュージックビデオ的な感じで、鳥肌実はあんまり別にそんな好きじゃないんですけど、まあとりあえずちょっと購入して当時見た映画で、まあ面白かったですね。でもこの人の体現してることはなんかまあ別に僕はどちらでもないんですけれども、なんかまあ面白い。今もまあ活動してて、今もちょっと僕と一緒に太っちゃったんですけど、なんかまあ玉と砕けよっていうタイトル通りな内容で、まあ、いつか会ってみたい人の、一人です。4発目は、これも知ってる人は知ってると思うんですけど、ケネス・アンガーという映像作家のもので、これはもう本当に映像美というか、まあ、めちゃくちゃアシッドな感じの映像作家であって、僕の友達のその河村康介くんもこれに携わってコラージュしてデザインを作り上げたりしてるんですけど、やっぱりそういったアーティストたちにすごいこう影響を与えた映像作家だと思ってます。僕もまあ結構いろんな状況の時に見て、まあ感化されて今の西本イズザマウスのデザインにはそんなに影響はされてないですけど、まあなんとなく頭の中でこの人の映像美は流れている感じです。この人自体がなんか超ヤバい人で、まあドラッキーな人なんで、そういった面でも、まあとりあえず絶対見た方がいいですね。死ぬ前に見た方がいい映像作家の一人です。これは最後は、孫子、僕の孫子です。このアルバート・ホフマン先生の LSD の、学会のテーマについての、シンポジウムの時のムービーですね。
まあ、LSD っていうのはやっぱり、まあ、このアルバート・ホフマン先生が作り出したもので、すごい偉大なミュージシャンとかアーティストに影響を与えてるものなので、まあ、このジャケット見てもそうですけど、まあ、サイケなジャケットで、まあ、ホフマン先生がどんだけ真面目に本当に、今は薬物とやれてますけど、LSD っていうものをどんだけ、真剣に考えて作り出したか、これは絶対に見るべき作品になってます。ただちょっと多分もう今売ってないのと思うので、うん、もしよかったら、貸します。よろしくお願いします。面白いと思った方はチャンネル登録と、いいねの方よろしくお願いいたします。いつも見ていただいてありがとうございます。